はい、おはようございます。キャプテンヤスのバイブルトークです。6月9日火曜日、今ルカの福音書をやってます。ルカの福音書の今日は6章12節から19節までです。イエスが祈るために山に登って、というところですね。12節から見ていくと、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。つまり夜通し徹夜で祈って、いたわけです。で、夜明けになって弟子たちを呼び寄せましたと。その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けた。この使徒というのはギリシャ語では、アポストロスかな、使わされたものということで、この十二弟子っていうのは特別なね、その後パウロとかも、使徒と呼ばれるんですけども、ちょっとまたこの12人っていうのは特別な、話すと長くっていうかちょっとややこしいですけども、今日考え方によってはあれですよね、使徒なんだろうな、使徒っていうのを使わせたものなんだけども、いろいろ神学的にいろいろ分かれるっていうかあれなんですよ、うるさいんですよ。だから私まさか自分もね、自分のこと使徒なんて言いませんけども、時々自分で自称使徒の人とかいますけども、使徒的な働きっていうのはあると思います、この現在でもね。その辺ややこしいのでもやりませんけども、12人、名前を言うと、シモン・ペテロとアンデレ、これ兄弟ですね。でヤコブとヨハネ、これも兄弟。フィリポとバルトロマイ、これは友達。そしてマタイとトマス、これは、主税人のマタイと、トマスは疑い深いトマスね。でアルパヤの子ヤコブと熱心党員シモン、熱心党員というのはちょっと過激派的なね、人で、ヤコブの子ユダ、そしてイスカリオテのユダ、これはイエスを裏切ったユダですけども、この12人が選ばれたと、と書かれています。でそれからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、で弟子たち、いろんな人がね、大勢の人がやってきたと、でイエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人たちが本当にね、たくさん現れた。で19節、群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていたってあります。この何とかしてっていうのは、ギリシャ語でゼーテオって言って、本当にこう熱心、それこそあれですよ、熱心党員、シモンの熱心党員っていうのもこの ゼオスかな、でゼーテオと同じ言葉が使われていて、熱心に何とかしてイエスに触ろうとして近づいてきたと、イエスの教えを聞きたい、イエスに病気を癒してもらいたい、そんな人たちが集まってきました。なぜかというと、大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからであると。この大きな力っていうのはエクセルコマイといって、力ですね、イエスの力が、こう見える形で、人々に表されていたと。だからこそ人々は熱心にイエスに集まってきたということです。よくね、現代においても教会であったりクリスチャンであったりね、本当にこの大きな力、聖霊の力が必要だと思います。いつの時代でもそうだと思います。そしてもう明らかに人々がもうこれは間違いない、神様の力に間違いないって思うような、そういう働きがね、できればと、できるために私たちもまず祈るところから始めるかもしれませんね。徹夜でイエス様も徹夜で祈りました。山に登り祈ったイエス、私たちも本当にこの祈りの力、祈りから始まるということをね、信じて、現在の使徒、また使徒とかっていうとね、怒る人いますなんですけども、使徒的な働きっていうのはね、私たちは使わされたものです。私たち全員使徒的な働きを持っています。使わされて、いろんなところに使わされているので、私たちは祈って、備えたいと思います。それではまた明日、ごきげんよう。